トップリーグの選手に直撃で電話をしていろいろなことを語ってもらおうってないっていうパターンかもしれないです。ちょっといろいろ聞きたいなと思ってさ。間違いない。いや間違いじゃないよ。やっぱマルコム・マークスはやばいん。すごいな。ちょっとスクラムの感じが変わるわ。皆さんこんにちは、藤田修です。まず、トップリーグが開幕をしました。いやー、まあ、本当にね、まあ、コロナなどで、延期が続いていて、まあ、選手たちもですね、ファンの方々も、かなりですね、退屈だったと思うんですけど、やっと、トップリーグが始まって、ラグビーが盛り上がってきたというところです。まあそういうところで、まあ、トップリーガーの声っていうのを多分皆さん聞きたいと思うので、まあ、今回の企画はですね、YouTube らしい企画を初めて、したいと思います。その企画はですね、トップリーグの選手に直撃で電話をして、トップリーグのへの思いとか、いろいろなことをこう赤裸々に語ってもらおうという、企画でございます。全くアポも取っていませんし、直撃なので、何が起こるか分かりません。とりあえず電話に、出てもらって、そこで、YouTube 撮ってるんやけど、出演してもらっていいかなっていうところも交渉しつつ、やっていきたいなと思います。ということで、誰が出てくるんでしょうか。とりあえず電話をかけていきたいと思います。いきます、どうぞ。では、トヨタベルブリッジ所属の、佐藤ジョージに電話してみたいと思います。ジョージはですね、開幕戦東芝とだったんですけど、7番でスタメン出場して、活躍していました。僕とはですね、早稲田で同級生で、キャプテンでずっと一緒に頑張ってきたという形で、まあ、高校日本代表も一緒で、ずっと長いことね、一緒にラグビーをしている選手です。ということで、ジョージに電話をしたいと思います。出るかな？スピーカーで。さあ、出るのでしょうか。出ないっていうパターンも実際あるんだね。出ないっていうパターンかもしれないです。出ませんでした。ちょっとまた時間を置いて、やってみましょう。では続いて、クボタスピアーズの、岡田一平選手に電話をしてみたいと思います。一平とはですね、まあ、早稲田時代に同級生でずっと一緒にラグビーをしてきて、まあ、僕らの年の、キャプテンをしてくれて、まあ、チームをずっと引っ張ってくれていました。開幕戦はですね、21番をつけて試合に出ていて、後半の21分から19分間プレーしました。ということで、一平に電話かけてみたいと思います。あ、もしもし。寝てた？あーごめんごめん。あのさ、今ちょっと YouTube の企画でトップリーグの選手に、突撃で電話してみて、まあいろいろこう赤裸々に聞いてみようみたいな、ちょ YouTube を今撮ってて、はい、今撮ってんねんけど、はい、ちょっといろいろ話聞いていいかな。岡田です。早いな読み込みが。とりあえずまあトップリーグが、開幕しましたというところで、まあ、率直に第一節戦ってみてどんな感じだった？うん、まあ、点差は最終的に開いて、うん、すごい良かったなって感じで、あのチームとしては終われたけど、うんうん、まあ、自分個人としては後半リザーブで出場したけど、まあ、そこからちょっと慌ただしく試合が流れてしまったから、うんうん、個人としても反省点あったなって感じ。ああそうなんや。試合できたことがもうほんま良かったわ。観客も入って。そうか、久しぶりのお客さんの前での試合はどんな感じだった？まあでもあれやで、お客さん入ってもあれ、あのやれることが拍手しかないから。あ、そうか、全員マスクつけてって感じか。あ、すごいすごいプレーとかあるあったけど、うん、もうパッチパチとかで結構みんな我慢してたのがすごいなと思って。確かに言ってしまうよ。絶対一平とか俺が観客席にいたら言ってまうよな。言ってまうよな。ほんまになんかパチパチパチと拍手だけど。あ、ほんまに。久保田もめちゃくちゃいい選手多いもんね、今年。結構ね、練習試合ではね、あのマルコ・マークス、俺やん。ああ。もう結構際立ってセットプレー破壊してたから。やっぱマルコム・マークスはやばいん。すごいな、練習一緒にしてるけど、ちょっとスクラムの感じが変わるわ。
一人入るだけで。そんな変わるんや。もう外から見てる感覚だけやとさ、真面目みたいなさ性格そうやけどさ、実際の性格はどんな感じなん？まあ確かにそのイメージは確かに俺もプレイ見てて思ったけど、うん、あいつ俺らの1個下やで。そうよね、1個下よね。なんか貫禄あるけどな。まあ貫禄ある。学校デートはやっぱ若い分さ、うんうん、テンションというかふざける感じもやっぱ似てる感じはあるな。あ、そうなんや。まあ、最後にちょっとシーズンの意気込みちょっとお願いします。まあ、久々にトップリーグ開幕やっとできて、うん、できる嬉しいもあるし、でもトップリーグとしてはもう最後やから、なんかすごい思い出に残るようなシーズンにしたいと思います。まあ、そのためにはチームの結果が伴わないといけないと思うから、うんうん、まあ、リザーブとしての機会が今回も多いかもしれへんけど、はいはいはい、最後のノーサイドの笛のところで点数を勝ちで終わらせるようにスクラムハーフとして仕事しみたいなと思います、うん、いいね、熱いね、ありがとうございます。じゃあまた連絡します。また連絡して、ありがとう、はい、はいはい、じゃあね、またまた。はい、ということで岡田一平選手つながりました。熱い男やったなっていうのが一つと、まあこのねマルコン・マークスっていう南アフリカのすごい選手の情報を聞けたのは、ちょっと面白かったんじゃないかなと思うので、この YouTube が上がった時にはもう終わってると思いますけど、まあ、またねこの YouTube を見て、東芝と、久保田の試合を見ていただいたらさらに面白くなるんじゃないかなと思います。はい、続いてはですねパナソニックワイルドナイツの平野翔平選手に、連絡したいと思います。翔平とはですね、まあ、皆さん知ってる通り、まあ、高校が一緒でですね、プロになっても、パナソニックでずっと一緒ということで10年以上の、仲になります。はい、その翔平に、連絡してみたいと思います。もしもし、お疲れ。お疲れ、お疲れ。そう、翔平にちょっといろいろ聞きたいなと思ってさ。間違いやない。いや、間違いじゃないよ。トップリーガーやろ、あんた。あ、俺トップリーガーか。そう、トップリーガーやで、あんた。あ、そうなんや。そうそうそう。第一節ではもうね、ゲームの展開を覆すようなスクラムを押してたやん、あんた。まあ、仕事はさせていただきました。いや、もう久しぶりにこうトップリーグがさ始まってどうよ。無事まず開幕できたことが嬉しいよね。まあそうよね、なかなか開幕できひんかったしね。うん、一回伸びたけんね。一回伸びるとしんどいかなと思って。意外と翔平ってさ、なんか外からはそういう風には見えてへんけどさ、そういうメリハリって結構あるよね、翔平。いや、そうよ、俺はいや、意外と常にふざけとうかもしれんみたいな雰囲気出とうかも。そう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 、なんかね、例えばこうもうご飯ちょっと体重落としに行きますっていう時にさ、お、藤田の例え聞いたんで。いやいや、そんな煽らんとってよ。世界一面白いって聞いてもらう。いや、もうやめてやめて、やりにくいやりにくい。いや、まあまあでもね、翔平は意外となんか飯をちょっと制限しますって言ったらめっちゃストイックなるもんね。まあ、するってなるとね。そう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 、なんかご飯食べに行こうっつっても、いや今やってるけんみたいな感じだと思う、うん、まあ久しぶりにね観客の方が入って、ファンの方々たちが入っての試合はどうやった？こうお客さんの制限ってかかっとんのかなと思ったけど、うん、結構意外と多かったけん、雰囲気もあってトップリーグ開幕したなって感じで。いいですね。もうよかったよ、めちゃめちゃ。まあ今週もブリブリやっちゃってください。そうね、自分の仕事をねやるよ。いや、頼むで。はい、まあ今年はね、やっぱりパナソニックが優勝してね、いい年にしたいんでね。こうトップリーグラスト優勝したところがトップリーグのイメージがつくでしょう。そうね、最後に。じゃあもうスクラムの核として頼ませて。まあね、もしかしたらね、ここでスクラムでアピールして、うん、セブンスが、あ、これは1分でもあれば1分で出せるじゃないかっていうのがね。もしかしてセブンズ狙ってる、あんた。ほんとワンポイントリリースのような全盛期の藤川球児のようなこのぐらいのね活躍をねセブンズでもできたらなっていう。いや、ちょっともうセブンズのヘッドコーチにちょっといいやついますっていうのは言っとくわ。うん、ワンポイントで、ワンポイントでね、1分やね、絶対ターンオーバーできますよと。確かに
ピンチの時は絶対いけますよと。うん。じゃあちょっとそこは楽しみに仕上がりを期待しておきます。うん、期待しとって。じゃあまあ最後にまあファンの皆さんにちょっとなんかあればお願いします。すごい皆さんもいい試合会場とか足運んで観戦したいっていう人もいると思うんですけど、制限で来れないっていう人も多いと思うんで、うん、まあそれでもすごい応援が力になるんで、ワールドナイツの応援をテレビでも会場でも、まあ、どこでもしていただけたらなと思いますね。いいね、いいこと言うね。シーズンの忙しい中時間食わしてもらってありがとうございました。いや全然全然、いつでも。はい、ありがとうございます。ありがとう翔平。じゃあまたね。はいはい。ということで、翔平出てくれました。意外と真面目だったという感じですね。まあでもやっぱ翔平らしさが出たというか、まあ翔平もね、あんな感じですけど、やっぱ意外とこう、ね、熱い部分はあるというところですかね。はい。では、最後に一番最初に電話をしてかからなかったジョージから、今不在着信が来たので、もう一回、電話をかけ直してみたいと思います。もしもし。もしもし。お疲れ。お疲れ。お疲れ、ごめん。あ、いやこちらこそ。アンサー今大丈夫？うん。まあまあとりあえずちょっといいっすか、聞いていろいろ話。全然いい。突然やけど。始まるん？いや、いきなり始まる。だからこれが YouTube っぽい感じで。あ、そうなんね。まず、トップリーグ、開幕スタメンおめでとうございます。あ、ありがとうございます。めっちゃいい活躍しなかった？いやー、まあでも初っ端のミスがな、立て続けにあったのがちょっと、あっけんぱったけどな。なんとか勝ってたからよかったけど。でも俺、個人的には、うん。開幕スタメン初だったから。ああ、いいね、いいね。いろんな意味で。まあ、ワクワクしたというか。確かに特別な試合やね、それ。そうそうそう。いやでもトヨタ今年やばいね、ちょっと選手もメンバーは。そうだね、メンツすごいね。でもさ、このフランカーナンバー8と激戦区の中でレギュラー出れてるってのはすごいよね。いやまあ自分では言いにくいと思うけどさ。いや言いにくい。誰が出ても日本人のところに関しては絶対誰が出てもみんないい活躍すると思うから、まあ、そこで選ばれたっていうのはすごい自信にはなるような。そうよね。ね、世界のトップスターもいるわけやんか。キアラン・リードとかさ、とマイケル・フーパーとかさ、やっぱり一緒にやっててやっぱやばいなって感じなの。いやすごいな、やっぱそうなんや。なんかプレーもそうだけど、まとめるっていうか一言一言の重みみたいなのが すごいなと。確かに。だってニュージーランドのキャプテンとオーストラリアのキャプテンやもんね。そうそうそう。確かに。純粋えぐい。あの二人はなんていうの、こう仲良くやってるの？お、なんか、うん、そうだね。最初なんかあんま喋ってる感じしなかったから、うんうん、あれなんかお互い意識してるのかなと思ったけど。うんうん、なんか別にトップ選手同士だし、うん、そんなんもなく、はいはいはい、結構仲良くやってんな。いいね、いいね。ちなみにそのジョージのこのコンディション的には結構いい感じなん？うん、あ、全然、うん、悪くなく、いい感じで調整できてたって感じは。おお、いいですね、いいですね、うん。最後にファンの方に一言お願いします。まあでもファンの人も抽選とかでしか。ああ、そうかそうか、全員が全員来れるってわけじゃないもんね。そうそうそう、だと思うけど、すごいなんかトップリーグ見に行きたいっていうのもいろんな SNS とかそういうのも通じて届いてて力になってるっていうのがまず ありがとうございますっていうところで、うん、会場でもテレビでも見た時にしっかり自分のパフォーマンス発揮して勇気や感動を与えられたらっていうのを思うと同時に、トヨタ自動車ベルブリッツの応援をお願いしますっていうところ。おお、いいですね、頑張ってね、はい、シーズン、まあ、まだまだ長いけど怪我せんように。なんか YouTube ってなるとちょっとなんかあれだな、なんかお互いかしこまって喋る感じが。あ、ほんまに？なんか、いやいや、かしこまらんでいいねんで、全然俺もなんかそんなかしこまってる感じはないけど、吉和であれだわ、やりやすくしないとダメだわ。いや、俺が悪いんやで。こんな感じが普通やもんね。いや、そうそうそう。あともう一個ファンの人に会ったわ。お、な、なになに？で、ぜひ皆さんトヨタ自動車の車に乗ってくださいっていう。おー、ちょっとトヨタマンとして宣伝しとこうかなと思って。確かに、さすが社員やな。またね、ちょっとコロナが終わったらまた一緒になんかしようよ。いろいろ落ち着いてきたらなんかキャンプとかも行きたいなみたいな。お、いいね、キャンプ動画も撮ります、ジョージと決定しました今。いいね、いいね、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。いやー、まあ今日はちょっと突然ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。まあちょっとシーズン長いけどね、怪我せんように頑張ってね。
そうやな、お互い頑張ろう。ありがとう。はい、じゃあまた。はい、また。はい、ジョージも出てくれました。なんかキャンプ行こうみたいな話で最後盛り上がりましたけど、まあでもね、ジョージもまあ開幕初スタメンということで、まあ、すごく今頑張ってますし、トヨタも、すごいいい選手が多くてですね、キアラン・リードとかマイケル・フーパーの普通なんだったら聞けない、話もこれで聞けたんじゃないかなと思います。面白かったんじゃないでしょうか。3人のトップリーガーに、電話をしてみました。急遽だったんですけどね、みんな素晴らしい対応をしてくれて、こちら側としてはすごいありがたかったですし、まあ普段だったらね聞けないお話もたくさん聞けたんじゃないかなと思うので、すごく貴重な YouTube になったんじゃないかなと思います。そして、まあ僕自身パナソニックワイルドナイツに所属しているので、パナソニックは今第1節、リコーブラックラムズを、55対14で、下して、好スタートを切っています。このままですね、優勝に向かって、突き進んでもらいたいと思いますし、パナソニックの応援も、よろしくお願いします。ということで、今日は、YouTube らしい企画を、してみました。どうだったでしょうか。僕自身結構、楽しかったですし、ね、急に YouTube、撮っていいって言って承諾してくれるのかしてくれないのかっていうドキドキも、ちょっとたまらなかったかなと思います。ということで、まあこういう形でですね、またトップリーグを盛り上げていけたらなと思うので、皆さん、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた会いましょう。さよなら。